皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習、中3数学。今回は三角形の相似の証明の第1回目です。では見ていきましょう。下の図で、これですね。BC 平行 DE の時、これとこれが平行の時、三角形 ABC 相似三角形ADE になることを証明しましょう。こういう問題です。まず書き出しはどの三角形とどの三角形を使うか。これを書きますね。ここでは三角形 ABC と三角形 ADE。この三角形において、この2つの三角形がね、相似になることを証明するんですからね。この2つの三角形を書きます。図で書くと ABC、 これですね、ADE、 この上の部分ですね。この2つの三角形が相似だということを言ってきます。見てわかるように、2つの三角形、ここの部分共通ですから、角 A は共通、これを丸1とします。またBC 平行、こちらですね、 BC 平行 DE、こことここが平行なので、これ同位角って等しいんですよね。同位角が等しいので、でこことここが等しいを今回使いましょう。もちろんこちら側でも構いませんよ。角ABC イコール角 ADE。 相似の場合は2組の角が等しければ相似って言いますから、もう丸1と丸2で相似が言えちゃうんですね。丸1丸2より2組の角がそれぞれ等しいので、これで相似って言います。三角形 ABC 相似三角形 ADE、 このように証明することができました。ではカッコ2です。 DE の長さを求めましょう。三角形 ABC と三角形 ADE、 これが相似ですからこれを使います。この2つの三角形、こちらに別々に書き出してみます。まず ABC、 分かっている長さは書きますね。 AB の長さは AD が12線、 DB が6センチなので、ここからここまでは12足す6で18センチですね。そして BC の部分、これ15センチになっていますね。で ADE ですね、 ADE の部分ですね、求めるのは DE ですから、ここの部分、これを求めるんですね。で AD が12センチ、こうなっています。相似な三角形では対応する辺の比は等しいんでしたね。でここでは AB 対AD が何対数になっているか、まず調べてみましょう。AB は18センチですから、18対 AD が12。これを簡単にすると、両方とも6で割って、3対2と。こうなりますね。ですから、BC 対 DE も、やはり3対2。こうなるはずです。これを当てはめると BC の長さは15センチですから、15対 DE イコール3対2、こうなるはずですね。でこれで比例式できましたから、この比例式を解きます。比例式はイコールを挟んで内側内項の積と外側をかけたもの、このかけ算した2つの答え同じになりますから、まず、3と DE をかけて 3DE イコール 15×2、 3DE イコール
30となって、両辺を3で割ると DE は10、つまりここの部分は10センチですよね。ですから答えは10センチメートルと、このように比例式を使って求めることができます。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。